はい。おお、すごい。あれ、おお、ホームドアだ。完全ホームドアなんですね、これ。あ、しかも、液晶画面もついてるんですよ。これはテンション上がる。フルスクリーンホームドアを整備しております。全長はですね、200m の、全長で整備しております。で、こちらの方にはですね、親扉ユニットといいまして、この中に時刻表情報を表す、サインであったり、上部につきましては、今デモ画面を流しておりますけども、最終的にはですね、次の列車の、乗車位置案内を、させていただく可変案内サインも流すことができます。で、フルスクリーン型のホームドアにつきましては、他の鉄道会社様によって、今まで整備された実績がございますが、今回のうめきたにつきましては、多種だったような車種編成がございますので、今までとは違うのはこの親扉自身も、左右に動かすことによって、適切な開口を作り出すということが世界初方式ということで、このように書き込みのお客様等におきましては、扉の前方後方にその後で 2D センサー、それから線路側の方にも 3D センサーがございまして、何らかの支障物を感知すると一旦止まります。で、解除されたら引き続き動作を繰り返す。線路側の方で万が一列車火災等がございましたときは、速やかにお客様をホームに降りていただきまして、地上の方に避難して、基本的に全ての対策を行うときに、これによってですね、列車火災での安全確保も考えられたはい、説明以上となります。解説をしていただきまして非常に興奮しております。それでは中に、ね、21、22番ホームの僕らいるんですけど、ここから線路の方に降りたいと思います。よし、行こう。階段がつきますので、こちらは足元を見てください。改作工法といって、トンネルを上から、どんどん掘削して掘り下げて、このトンネルを作っているといったような施工をとっておりまして、今立っている、位置がですね、約地上から15メートル深い位置にいます。こちらが、新大阪型の23-24ホーム でこっちが新大阪型の21-22ホームですね。
にあるのかとこの分かりながら。はい、というわけで以上、大阪駅の地下ですね、大阪駅の地下、北新駅のレポートを終わります。お疲れ様でした。お願いします。やってた。